2020年10月14日、鉄道の日。夜の繁華を歩く第10回。記念すべき第10回は、鉄道の日の実施となりました。まずは20時25分発の天王寺行き。5109編成です。最近よく見るわね。そういえば運搬ありの5000番台もあと5編成なんですね。では、おなじみ20時29分発の10回目の乗車ですね。お、1回目と同じ 5107F ね。長井駅に到着。いつも通りララ泉さんが待ち構えていました。ララ泉さん、本当にレギュラーですね。全10回中9回の共演となっています。1本目の換気です。先頭は2500番台。後ろも2500番台ですね。20時37分発普通和歌山駅です。今回の担当編成は5017編成です。ちなみに夜の繁華を歩くシリーズは、第1回よりナレーションを私、白麗霊夢が務めさせていただいております。というかこの立ち絵ももう定着したわね。ふみちか様が配布をしてくださった立ち絵ですが、もう6ヶ月も使ってるのね。本当にありがとうございます。おお、5100番台同士の快速ね。というかこの夜の繁華を歩くシリーズも、始まって4ヶ月か。20時46分発の天王寺行き。5125編成ですね。始めた当時は絶対この回だけで終わるだろうと思っていたのに、まさか10回まで続くなんてねえ。20時51分の泉砂川行き。5111編成ですね。20時58分発の天王寺行きは5011編成。21時発の姫野行きは5004編成ね。久しぶりに並んだわね。
この換気の先頭は5100番台。この換気の先頭、5100番台率が高い気がするなぁ。21時9分発普通天王寺雪が6両で参ります。はい、嘘よね。次の21時9分発は A184、 通常は4連よって。ちょっと5103編成、あんたなんでこんな時間にここにいるのよ。いやいや、なんかダイソーを任されましてね。一体どういうことなのよ。半和戦遅延してないじゃない。先ほどセレクトの試合が終了しましたんで、ご乗車の皆様お気をつけください。そういうことだったのね。ということは A184 が6連ダイソーね。茶番を挟んでしまいましたが、21時9分発今日は5103編成ね。そういえば警備員などが増えてきたわね。さて、気を取り直して21時14分発は先ほどの5107編成ね。21時23分発の泉砂川行きは先ほどの5125編成ね。21時25分発は5101編成ね。今回はこれで終わり。出はないわよ。ここから手持ち撮影となります。どうせならさっきの6連を待ってやりましょうよ。あんなレアもの、次いつ見れるかわからないわ。というわけで急遽、A184 の折り返しを待つわよ。駅と長い駅での徐行通過が始まったわね。人も増えつつあるわね。21時37分発のひねの駅は5011編成ね。ちなみにララ泉さんはこれで帰りました。21時40分発の天王寺行きは5112編成ね。夕方や夜遅くに走っている換気の天王寺行きね。夜の長い駅に観戦が終わったお客さんが殺到。いつもの静けさが賑わいに変わっております。番外編、21時51分発の和歌山駅。この日は4両ではなく6両の5103編成です。結構乗っていますね。ちなみにこの日はセレッソが勝ったようね。今回の夜の半話を歩くはここまで。ということで2020年6月17日から始まった夜の半話を歩くも、記念すべき10回目を迎えることができました。ここからは過去10回の10等編成などを見ながら、
通電車で一番多く登場した編成を見ていきましょう。まず、9回目までの統計結果です。全体を通してよく見ると、5103編成、5105編成、5109編成、5123編成が多く見られるわね。こちらが各編成の統計結果です。やっぱり先ほどの4編成がそれぞれ5回と同率トップを争っているわ。この状態ではまだわからないわね。では10回目のデータを加えてみましょう。10回目のデータを加えました。これにより派遣争いにも変化が見られるわ。4連は5109編成が、6連は5103編成が多く見られるわね。いずれも10回目に登場したからでしょう。最終の編成別統計はこうなりました。4連の中では5109編成が6回と4連の登場回数トップとなりました。そして5103編成は5109編成と同じで6回。こちらもトップです。結果はこのようになりました。4連は各順位に1台ずつ。6連は3位に3編成固まるという結果になったわ。まあ6連の限定運用は夜班中に4運用ほどあるので当然よね。いつも夜の班は悪くをご視聴いただきありがとうございます。今回は10回という節目。次回からの10回でランキングはどう変わるか。これから次の節目、20回までもお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録・高評価お願いします。HMWL5100 セカンドチャンネルもよろしくね。Twitter などもやってますのでフォローよろしくね。